中国とアフガニスタンはハーン回廊アフガニスタンイコール中国国境はアフガニスタンと中華人民共和国との国境でありその長さは7 6トルであるパキスタンの実効支配地域であるギルギット・バルティスタン州との三国国境から始まりタジキスタンとの三国国境に終わるアフガニスタンの領土の主要領域から北東に 細長く伸びたワハーン回廊の末端部にある。国境の中国側は、新疆ウイグル自治区タシュクルガンタジク自治県のカラチグ、ダニである。国境は両側とも自然保護区であり、アフガニスタン側はワハーン回廊自然保護区、中国側はタシュクルガン自然保護区である。国境は、ワフジール峠が交差している。アフガニスタンの自国帯は、アトックプラス四三十。 中国の時刻体はアトックプラス08-00であり、中国イコールアフガニスタン国境における時差は3.5時間となる。これは世界で最も時差の大きい国境である。アフガニスタンイコール中国国境この国境が通るあたりはシルクロードの主要経路である。649年頃、現状産蔵がインドから中国に戻る時にこのルートを通ったと伝えられている。 中国とアフガニスタンとの境界線は、グレートゲームの一環として1895年に、イギリスとロシアの間の合意により確立されたが、中国とアフガニスタンとの間での合意はなされていなかった。中国とアフガニスタンは1963年に国境を確定した。アフガニスタンは当時アフガニスタン王国だった。最近では、ワフジール峠が、 提供土薬物の密輸ルートとして使用され、アフガニスタンで製造されたアヘンを中国に輸送するために使用されていると考えられている。アフガニスタンは経済的理由やタリバンとの戦闘のための代替補給ルートとしてワハーン回廊の国境を開放することを中国政府に打診している。しかし中国は回廊に接する新疆ウイグル自治州の情勢不安を主な理由として それに抵抗している。2009年12月、アメリカ合衆国が中国に回廊を解放するように要請したと報告された。国境を通過する主な交通路はワフジール峠である。ワフジール峠はシルクロード以来少なくとも1000年以上は使用されている。それに加えてショーパミールの東端に位置するティジャーメイン州峠もある。これらの峠は 中国側で訪問者に対しては閉鎖されているが、その地域の住民と牧畜民には通行が許可されている。ありがとうございます。